はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はアンリミテッドの方をシャドーバースやっていきたいと思います。今回はですね、はい、アンリミテッドということで、アンリミテッドで一番勝率の高いデッキをねご紹介させていただきたいと思います。ロイヤルです。ロイヤルで一番アンリミで勝率が高いデッキはやっぱりフェイスロイヤル、アグロロイヤル、ひたすら相手の顔、リーダーを殴るデッキでございますね。はい、残念ながらレオニダスはまあ僕が使うとまあまあ結構いい感じで戦えるんですけど、まあアグロロイヤルの方がどっちかと強いかなって感じでございます。今回ねこのアグロロイヤルを使ってやっていきたいと思います。ちょっと今回ねジュリエットというか3コストの、ね、ノービストルーパーというノーマルカードの失踪文字2がいるんですけど、今回それ実は入れてません。ちょっとワルツを入れていろんな他のフォロワーにもいい感じに、他のフォロワーというか他のデッキにもね対応できるようにしております。だからまあフィニッシャーとしてはマスタークノイチを出して、そのマスタークノイチが取られずにっていうのがあれかなという感じになっております。じゃあ早速いってみましょう。レッツゴー。ペッ、今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。敵様なんでしょうか。ウィッチ、闇くらい攻撃なくてどんだけ苦しめられてるんだろうな。あーワルツをちょっと変えてみよう。まあいいでしょう、まあいいでしょう。敵さんはまあ1ターン目というかウィッチだから大体超越だろ。大体超越。土だったらえってなるけど、土ってことはめったにない。一番乗りの勲章はいただきだ。そうだ、君一番乗りの勲章はいただきだとか言いつつクイックブレーダーに送りを取るんだったな。クイックブレーダー1コスト1コスト頼むから、あれは勘弁してくれ。マナリア、はい、セーフ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 ゾーンセーフゾーンセーフゾーンって何ですか。まあセリアでいきましょう。私の策で圧倒しましょう。一応取られるとしたら、あの虹の輝きだったっけ、1枚手札を戻しつつってやつ、それが勘弁です。なんですよね。出た。でもまあセリアさんが帰ってくるってことはまああれができるからいいですな。パレスフェンサー、さっき来てくれれば助かった。はい、で多分次ワルツは死んじゃう。どうだろうな、ワルツ死んじゃうか。負けってことにしてあげよう。超越だったんだろうね。こういうことがあるんですよ。こういうことがあるんですよ。はい。さてやっていきましょう。敵さんは何でしょうか。ネクロマンサー、ネクロマンサーか。あーまあ大抵がネクロはあれなんだろうな、ヘクナなんだろうな。で高校引いちゃったよ。高校引いちゃったよ。こいつはやばい、こいつはやばい。おー、ペルセウスさん、プルセウスさん、プルセウスさんが来た時はあいつですな、ケンタウロスヴァンガードが欲しいところ。ケンタウロスヴァンガードが来てくれたらなかなかでかい、なかなかでかいっちゃでかいが、でかいだけ。敵さんは結構迷っている。1枚引き直しましたとかで1コスト2コストあたりが動けるのかな。いやー勘弁してほしいですね。敵さん1コスト動いてきますか。動いてこないでほしい。オッケー。まあ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 、おお、じゃあこれは俺の伝説はここから始まる。俺の伝説はここから始まる。で2コスト、ベルネスはマジで還元。勘弁勘弁勘弁。アルフス、アンドレアルフス、アンドレアルフスだったらええんちゃう。ちょっといいよ、プリンセスヴァンガードでいきましょう。立派な騎士を目指すのだぞ、立派な騎士を目指すのだぞ。有利トレードいきます。で3コストのスペルフランとか使ってこないでしょ。わざわざこれのためにフランとか使ってこないと思うので、うわ出た、出てた、出ちまった。コストを余すことなく使うならワルツだから、ワルツでいこうか。うん、ワルツでいっとこうか。まあ、どっちかしら。一応有利トレードはするけど、一応有利トレードはするけど取られてたのか、方もさ、もしかしたら誰一人残らないっていうことがあるかもしれない。誰一人残らないっていうのはちょっと勘弁してほしいが、
やるな。おっと、しくじったか。やるな。プリンセスバウガーだってコスト1の自分のプロ一体だから、どんだけー、どんだけ、おのれやりおる。あ、じゃあこれもクリセフとクリチームでいいじゃん。ちっちゃいって言わないでよね。ちっちゃいって言うんじゃねえぞって。ちっちゃいって言うんじゃねえぞって。やれやれ、お手本を見せてやろう。いや待てよ、よくよく考えたらこれさ、もしかしたらさ、ムクロじゃね、ムクロの王じゃね。あれ、もしかしてこれムクロの王か。開けシナモン王じゃね。その可能性がめちゃくちゃ出てきた気がするんだが、気のせいか、大丈夫かこれ。次は5コストだから、もうマスタークロイツに行くしかない。許してください。まさかシナモン、開けシナモン、その可能性がでかくて、あ、殴ってくる、殴ってくる、まさかシナモン、思考中が止まらない、まさかシナモンか、嘘だろ。円卓会議、いや、まあ円卓会議よりはマスタークロイツかな。もうガンガン相手のリーダーを殴っていきましょう。いいよいいよ、これで6点、敵の体力が残り9で、潜伏しているフォロワーが5点ダメージを出せる。でもって円卓会議は22が出るから、んいい感じちゃう、いい感じなんちゃう。まあ、ここから削られることはないでしょ。ここでグリモリーっていうね、あの1コストのあのエンハンス6で使うと、もうわけがわからなくなるブッパリカードは来てもそこまでない。盤面の処理をされるけど、手に入ってないんだな、キーカードが。ぶっちゃけここで盤面を全処理されて、祝福死の祝福だったかな、あれ引かれるとめんどくさいな。ぶっちゃけアンドレアルフスとこのスケルトンが死んで、死の祝福6コストでエンハンスネクロマンス6で使われると守護が3体ずららっと並んじゃうから、それだけはマジで勘弁してほしい。そうすると進化権を全部使い切って全除去になっちゃうから、あ、でももうこの時点で1体残るな。これで守護が並ぶ可能性がかなり低い。まさかゴーストライダーとか入れられないでしょ。私は誰だとかさ、あいつ、あいつ入ってないでしょ。いや、さすがに、え、さすがに入ってないでしょ。さすがに入ってないことを私は願うぜ。さあ、どうするべきなんよ。盤面に残り5点が見えております。はい、取ってきます。これ有名な式なかなか強いね。おっと、開け死の門よ。そっちか、そっちタイプだったか。ぶっちゃけめちゃくちゃ危なかったんだが、ぶっちゃけめちゃくちゃ危なかったんだが、これ OK です。円卓会議で終わりましょう。面白いデッキ使ってるじゃないですか、デッキさんも。一時期ぶっ壊れてたネクロ、ムクロの王ですけども、今でもまあまあ見えるんですよね。2連勝というわけで、皆さんいかがでしたでしょうか。今のアンリミテッドのロイヤルは、もうぶっちゃけ脳筋ロイヤル、まあ、僕脳筋って言うんですけど、あのアグロロイヤルね、これが一番勝率が高いと思います。まあ、あの一応ね、ワルツを別のキャラクターに変えるとか、ちょっと1コスト2コストが多すぎるとか、そういう感じのこともあるんで、ね、もうちょっといじろうと思えばいじれるんですけども、まあ、今のところ僕は暫定的にこんな感じで使っております。皆さんぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。